あ、今夜からね、デュエプルの新カード情報が出るということなんで、皆さんとね、見ていこうかなって思うんですけど、はい。早すぎるね。革命チェンジだってよ。もう、28段まで来ましたか。デュエルマスターズプレイスも。そろそろユハイチャンネルが本当に知らない、デュエマの世界に入ってしまうということで、ギリね、ドギラゴンバスターとかはね、わかるんだよ。ギリだね。マジでギリ。俺もね、オニマルヘッドぐらいで、とっくにね、俺の知ってる、神のデュエルマスターズは終わってますので、正直、ジョーカーズとかになってくるとね、マジでわからなくなるからね、不安でいっぱいなんですけど、このカードはね、見たことあるわ。静寂の精霊竜カーネルということで、能力なんだけど、トリガーでブロッカー、チップ能力で相手のクリーチャーを1体選びますよと。そしたら次の自分のターン開始時までそのクリーチャーはアタックもブロックもできないということで、強すぎんだろっていうね。色も強い。能力も強いし、まあブロッカーと、あとまあプリンプリンとね、同じ効果で2体もね、攻撃止めることができますし、しかもね、このクリーチャーアタックできるんだよ。殴れるのよ。打点になるんだよ。2面取れるプラス、打点になるプラス、そして、コスト5のドラゴンなんで、革命チェンジにもね、使えるということなんですよ、皆さん。破格すぎるね。まあ、プチョヘンザ。まあ、今段でね、実装されるであろう、プチョヘンザとかに、革命チェンジが可能なんですよね。で、今段では実装されないのかな、ミラダンテ12にもね、革命チェンジ可能ですので、かなりね、今後重宝されるドラゴンにはなってくるのかなと。で、これね、五色コンにも入りそうだよね。ゴーシーコンにも入りそうですし、デッドブラッキオとね、まあ、一緒に防御札として使ってあげたらもうゴリゴリだからね。うん。マナ基盤としても優秀だし、ビルヘルムとカーネルだけでフェアリーミラクル発動することができるんで、まあ、欠点という欠点がないカードなのかもしれませんが、一応これエンジェルドラゴンなんですよね。エンジェルコマンドドラゴンではないので、まあコマンドのね、サポートは受けられないし、まあでもそれぐらいだけどね。うん。エンジェルドラゴンっていう、まあでもドラゴン持ってたらいけるんで、まあエンジェルコマンドは、ね、コマンド持ってたらもう、やばいからね、だってこいつ。コマンド持ってたらいかれてるんで、まあコマンド持ってないくらいがね、ちょうどいいんじゃないでしょうかということでね、今後ね、まあいろんなデッキに入ってくる素晴らしいカードなんじゃないかなと思いましたということで、続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、続いてのカード見ていきましょう。モジャダママということで、能力なんですけど、バトルゾーンに出た時に、相手のクリーチャー1体をタップする能力と、その後自分の手札1枚をマナゾーンに置いても良いということで、まあ、タップキルの能力と、しびれ足だけドリーミングムーンライフのようなマナ加速を持ってる多色クリーチャーですよと。まあ、序盤はね、マナ加速に使えますし、まあ、後半はね、タップキルの方を使ってあげて、まあ、使い分けられるのがね、結構強みかなとは思うんですけど、このカードは、んびびんばば、めちゃくちゃ言いづれな、んびびんばばにですね、革命チェンジすることができまして、んびびんばばはですね、なんかもう呪文みたいになってるけど大丈夫かこれ。んびびんばばは、光及び自然のクリーチャーに対応した革命チェンジと、ブロンズアームトライブと同じマナブースト能力を持ってますよと。これパッと見ね、ん?コースト5で、ブロンズと同じ能力、地味じゃねってね、思った方いると思うんですけど、革命チェンジなんですよ、これ。革命チェンジで使ってあげるとめちゃくちゃ強くて、革命チェンジとはアタック中のクリーチャーと手札のクリーチャーを入れ替えるギミックでして、革命チェンジとね、このんびびんばばが持ってるマナ加速っていうね、この組み合わせめちゃくちゃ強力なんですよ。一旦目にクルトだったりとかポレゴンなどを召喚して、次のターンに2、4って繋げつつ、パワー4500の、まあ、んびびんばば、ドラゴンに変貌するっていうことなんで、めちゃくちゃね、強力ですよね。その上、このクリーチャーコスト5なんで、革命チェンジできるんだよ。プチョヘンザ、ドギラゴンバスター、ミラダンテ12といった、ファイナル革命を持っているクリーチャーに革命チェンジすることができるんで、汎用性がね、バカ高いと。特に、まあ、ドギラゴンバスターとの、ね、相性は抜群なんで、このカードで革命チェンジして、ドギラゴンバスターのファイナル革命を使用してあげれば、最速3ターン目にトリプルブレーカーと3体までのスピードアタッカーをね、揃えることができますので、めちゃくちゃ強いんでね、このんびびんばばはですね、かなりね、今後革命チェンジデッキでは欠かせない1枚になってくるんじゃないでしょうかということで、続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、
あ続いてのカード見ていきましょう。タトゥーウェカピポということで、能力なんですけど、革命チェンジでブロッカー、ダブルブレーカーでマナブースト能力を持ってるプラス多色カード限定のマナ回収能力を持ってるっていうね、もうめちゃくちゃハッピーセットみたいな能力を持ったカードなんですけど、さっきね紹介したンビビウンババがですね、汎用性の塊すぎるプラスプチョヘンズにね直接革命チェンジできるんですよ、ウンババがね。なんでウェカピポの優先度ってのは、まあ、そこまで高くならないのかなって思いますけども、マナ回収能力プチョヘンザもねレインボーカードですので、マナに落ちたねプチョヘンザを回収できますし、プチョヘンザってね、プチョヘンザの能力はね状況次第ではね結構デメリットになる可能性もあるので、まあ、味方をね温存しながら打点を増やしたい場合はこのウェカピポにね最初に革命チェンジねすることもね強いんじゃないかなって思いますし、まあ、革命チェンジをね使うデッキならば全然入れててもね、まあ、そうもないカードなんじゃないかなと思いました。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ続いてのカード見ていきましょう。ミヤモジャプチョヘンザということで、能力なんですけど、光か自然のコスト5以上のドラゴンからの革命チェンジ、そして条件付きのタップイン、ファイナル革命でパワー12500未満のクリーチャーを全てマナ送りにするっていうね能力を持ってますよと。まずファイナル革命とは革命チェンジによって出た時に能力が発動しますよと。なんでファイナル革命が起動できればバトルゾーンにあるパワー12500未満のクリーチャーをね全てマナゾーンに送ることができるんで、めちゃくちゃ強力なね全体除去能力なんですよ。これまあほぼほぼのクリーチャーがまあ盤面から消え去りますので、盤面をねひっくり返すには十分な能力なのかなと。さらに自分のマナゾーンにあるカード未満のコストを持つ敵のクリーチャーをタップインさせるっていうね、まあ、条件付きのロック能力もね、まあ、備えてますので、いやこのカードマジで強すぎるんですけど、弱点はね、まあ、トリガーでワンパンなんですよね。なんでファイナル革命を発動して、まあ、自分のクリーチャーもねマナ送りにしちゃうんで、だいたいプチョヘンザーだけになってしまうんですけど、なんでプチョヘンザーで、まあ、殴った時にトリガーで除去されてしまうと、もう盤面に何も残らないプラスプチョヘンザーのねこのタップインのロック能力もね機能しなくなってしまうので、まあ、トリガーをね、まあ、回避したとしても、まあ、このクリーチャーしかだいたいバトルゾーンにいないことが多いので、学校男とか、まあ、軽量のね除去札でもワンパンされてしまうのはねちょっとね弱点なのかなとは思いますけど、まあかなりね強力なカードなんで、コントロールデッキとかにはね入ってくるすごいね強力なカードなんじゃないかなと思いました。ということで、ついにプチョヘンザー革命チェンジがねデュエプレに登場ということで、ぜひね皆さんのねプチョヘンザーに対する感想だったりとか、革命チェンジに対する感想をねコメント欄に書いていただけたらなと思います。今後ね新カード紹介がね、まあ、発表され次第動画にしていきたいと思いますんで、よろしければねチャンネル登録と高評価ね、これを機会によろしくお願いします。ということで、また明日の動画と配信でお会いしましょう。さよなら。